近年メインで作ってたシリーズとしては、ジェスチャー・オブ・ラリーっていうシリーズがありまして、こう本の中に載っている写真の中に何かわからないものを見つけてきて、それを調べていく、そのプロセスを見せるっていう作品をメインで作ってました。そのジェスチャー・オブ・ラリーというシリーズでは本当にいろんなメディアを使っていて、絵を描くこともあるし、立体物を粘土で作ることもあるし、音を使ったりインターネットを使ったりっていう、本当にいろんな手段を使うんですけど、その中で自動的にというか本当に自然に映像も他の手段と同じようにやり始めたっていう感じですね。この前のジェスチャー・オブ・ラリーのシリーズから手っていうのはかなり頻繁に登場していて、まあ、何か私がする行為が記録されている写真とか映像が多いので、おのずと出てくるっていうところもあるんですけど、なんか誰かがやっているけど、そこまでこう情報が多すぎず、なんか見ている人もこう触っている感じが想像できたりとか、自分がやっているような感覚になれたりしますし、あとサイズ感が分かったりとか、なんかそういうところで非常になんか面白いモチーフだなと思っています。こう何かを指さしたりすることもできるし、なんか手がこう言葉の代わりに示したり表現したりするっていうところも面白いなと思ってます。そうなんです。この場でも投影しているっていうのが非常に重要なポイントで、そうなんです。プロジェクターの前を誰か通って光をこう遮ったりしてほしいなっていうところで、わざとプロジェクターを真ん中に置いたり目立つようにしています。で、この場でもここプロジェクターでスクリーンに投影することによって、またこうスクリーンが入れ子状態になったりしますし、あとは、まあ、たまにこう映像がすごく明るくなる場面があるんですけど、まあ、そういうことを起こすことによってスクリーンってものを意識させたり、こう見てるのはプロジェクターの光なんですよっていうことをこう意識してもらうようなこう展示に、しています。モニターで展示されている映像作品はスナップ写真の一つの見せ方としてが作れないかなということで、近年作って見ている作品です。自分で、いろんなとこで撮影したスナップ写真を、その写真を撮影していた一眼レフカメラの、プレビュー画面に、まあ、次々表示させていっている場面っていうのを、撮影している映像です。何を見ているかわからないというか、複雑なレイヤーを作ろうと、していました。そもそも普段生きていて見ているものが、直接見ているものが本当に少ないと思っていて、なので普段見ているものを再現しているに過ぎないっていう感じだと思います。と、壁にかかってる写真の作品は、白黒のネガフィルムで撮影したフィルムをもう一度モノクロのネガフィルムで撮影している。で、それをスキャンしたり、再撮影、デジタルカメラで撮影したりしたものをプリントした作品です。何か一方のものが見えると、もう一方のものが見えなくなってしまうみたいな状況であったりとか、こう見ているものの字と図が反転してしまうような、次々と反転してしまうような状況っていうのは以前から興味があって、そういったことを、まあ、こういう一枚の写真の中で実現できないかなと思って、作ってみたっていうのがこの作品です。今回この展示で初めて、制作しました。